皆さんこんにちは。今日もキリスト教入門ということで、お話ししたいと思いますが、今日愛についてのお話の2回目であります。今日はですね、私が一人のクリスチャンとして、またこうして教会でお話をさせていただくものとして、どうしても一人でも多くの人に聞いていただきたいと、いつも思ってないというわけじゃないんですけれども、もう今日はもう特別に、前にもそんなこと言ったことありますが、日本中の電波を借り切ってでもお伝えしたいと思っていることであります。それは、私たちは神に愛されているということであります。私は、牧師の子供ですから、小さい頃から、神様の愛ということについて、よく聞いておりましたし、またそのことを感じてもおりました。しかし、ある出来事をきっかけに、その神様の愛がですね、この実感を伴って、私に迫ってきたというか、確かにそうだなとはっきりと思うようになりました。それは今から10年前の出来事でありますが、この街道が与えられたということではありません。それも素晴らしいことでありますけれども、10年前の7月7日、午後3時7分、私の長男が生まれた瞬間でありました。時間は覚えていなかったんですが、またアルバムを見て、思い出したんですけれども、もちろん日付はよく覚えてますが、なんだそんなことかと思わないでください。私にとってはですね、あの日以来、私の中にこのもう一人の人格がこの生まれたように感じております。父親という私がですね、新たに私の中にこの出現したという、本当にそれは不思議な感じですね。単にその子供を可愛いと思う、そういう感情が生まれたっていうようなことでは済まない、もう一つ別の人格がこう誕生したような、本当にそんな感じがいたしました。で、子供に対する私の感情は異常なものでした。異常といっても、何か悪いことをしたとかそういうことではないですよ。まさにこの親バカというにふさわしい、ものでした。とにかく、我が子は可愛いと、目に入れても痛くないと言いますけれども、本当にその通り、写真もビデオもたくさん撮りました。同じような写真がいっぱいあるんですね。アルバムを時々こう開けてみるんですけども、なんでこんな同じような写真ばっかりいっぱいあるのかなと思うぐらい。ビデオもですね、たまに見ますけれども、自分で自分が恥ずかしくなるようなビデオですね。何もしないでゴロゴロしている姿を3分、5分、10分とですね、ただだらだらと撮ってるんですね。机も洋服もドロドロにしてですね、スパゲッティを食べている。誰がどう見てもなんかみっともない姿です。それをずっと撮ってるんですね。あのビデオは我が子のビデオではなくて、私自身の親バカのビデオだと思います。テレビのコマーシャルに赤ちゃんが出てくると、
なんであんな不細工なのが出ているんだ、うちの子の方を出せばね、もっとおむつだって売れるのに、なんていうことを、これ本当に真顔で女房と話してました。いや、お子さんを持たれた方はですね、絶対間違いなくそういう話をしてるはずですね。どう見てもうちの方が可愛いと思えるんですね。まあ、10年経ってその頃の写真を見ると、まあ仕方がないかなっていう、そういう、やや冷静にこう観察できるんですけども、もうその時はもう全くそういうような、冷静さを失っておりまして、もうとにかく、可愛いと。また子供がこう少しずつ成長してですね、ハイハイをする、捕まり立ちをする、また片言の言葉を話したり、なんか持ってぐちゃぐちゃこう書き殴ったりするようなことを始めますとね、もうそのいちいちが嬉しいんですね。よその子がハイハイしてるとか、捕まり立ちしてるとかっていうのを見ても、ああよかったねなんて言いますけどね、まあ、心の中では、まあ、そんなこと誰でもやるよぐらいに非常にこうクールに見てるんですね。自分の子供になるとですね、まあそれが本当にもう特別なこととして、心にね届いてくるんですね。で、幼稚園のに入りまして、発表会なんかがあって見に行きますと、自分の子供の出番っていうのはほんのわずかですね、20秒ぐらいしかないんですけれども、そのために早くから席取りをしたりね、ビデオの調節をしたりとかしております。で、まあそれは我らだけではなくて周りもみんなそうでして、最近ではまあ親よりおじいちゃんおばあちゃんの方が熱心にですね、お孫さんの学芸会を見に来ておられるようですけれども、まあとにかく子供以上に親の方が気合が入ってますね。で、始まりますと一斉にこうビデオの放列ですよ、ね、最新型のビデオの展覧会みたいになりますね。で、撮っているのはもちろん我が子だけです。他の子は撮らないですね。で、このビデオの中ではみんな主役です。石の子も木の子もですね、もう隅っこでカスタネットを一発だけ打ってるような子でも親のビデオの中では主役ですね。もうその子の姿がこちっと映されてる。まあ私もそうでしたけれども、そのうちの子の行ってた幼稚園ではあまりにもビデオが激しいので、カメラとかビデオが激しいので禁止になってしまいました。撮っていけませんっていう。で、なんかプロが撮ったビデオをですね、後で買いなさいとかって言って、買わされるんですけどね、あんなつまらないもんないですね。我が子がもうこんなぐらいしか映ってないんですよ。だからこうそれ見ながらね、あ、映ったなんて、こんな小さい顔をですね必死で見ているわけですけれども、まあ、我が子の成長を見守ってですね、本当に小さな小さなこう変化とか、あれができたとかこれができたとかっていうのをもう大喜びして見てるわけですが、まあ、そういう私っていうのは子供を持つ前にはなかった私なんですね。本当にそれはこの親バカと呼ぶにふさわしい特別な私自身の感情でありました。一体どこからその感情が来たんだろうか、どうして私はそういう気持ちを持つようになったんだろうか。もちろん勉強して、訓練を受けて習得したものではありことではありません。親の愛入門みたいな本がですね、本屋に並んでるわけでもないわけですね。我が子とは特別に可愛い存在だと思いなさいとかですね、我が子の成長は盆と正月と誕生日が同時に来たぐらい嬉しいものだと思いなさいとか、そんなことが書いてる本はないですね。まあ、なくてもみんなそう思うわけです。もう親になった時からごく自然に、自分でも不思議なほど我が子が可愛いと愛おしいと思える、
そういう、こう私自身を見てみますとね、それは自分が身につけようと思って身につけたものではない、誰かから教わったものでもない、あるいは自分がそうしてもらったからそうするという、まあ、そういうこともありますけどね、ある意味ではありますけれども、でもその気持ちっていうことからするとそういうわけでもないんですね。もう子供を持った瞬間からそういう気持ちが、まあ、ごく自然に湧き上がってくる。やっぱりこれは誰かからいただいたものだ、そう思うしかありません。これはやはり私を作ってくださった神様が私に、と言いますか世の親にですね、人間の親に子供を育てるという、まあ、忍耐のいる仕事ですね、めんどくさい、まあ、大変なのはほとんど母親の方ですけどね、父親はあんまり大変なことはなくていいとこだけ持っていくような感じですけれども、まあ、それでもやはり夫婦で力を合わせてこの子供を育てていくっていう非常に忍耐強く接しなければならない、それも半年一年で終わるわけではないわけですから、長い間ですね、その子供を愛し続けなきゃいけないというその気持ちを神様が親に与えてくださったと、そう思うしかないんですね。お子さんをお持ちの方はおそらくその私の意見に賛成してくださると思います。いや私は講習会で勉強したとかそういうことはないと思いますよ。本当にそれは実に不思議、神様から与えてくださったとしか思えません。進化論ではですね、この親の愛は説明できないんですね。大体この進化論というのは、生物は環境に適応するために進化してきたというんですね。ですから確かに人間以外の生き物はたくさん子供を産んで、そしてその中で、まあ、運がいいというか、強いものだけが生き残るようになってます。ですから他の生き物に食べられたり弱って死んでしまっても親はそういうものに手をかけない。でも人間は違います。人間は弱い子供を見捨て強く能力の高い子だけを育てるというようなことはしません。むしろダメな子ほど可愛い、この進化の法則とは逆の気持ちが人間の中にはあるんですね。実に不思議な気がいたします。病気がちであったり障害があったり、本当に弱いかわいそうだなと思うような子供に対して親の愛情はなお強くこう注がれていく。これは生き物がこう生き残っていくというような、その強いものだけが生き残っていくようなですね、そういう仕組みの結果生まれたものではないはずです。まあ、最近は遺伝子情報の解析作業が行われているそうですけどね、この親の愛の遺伝子みたいなものが、発見されることがあるんでしょうかね。まあ、母親の場合ですと、妊娠して出産して、まあ、ホルモンのバランスがいろいろ変わってですね、母乳を与えたりしなきゃいけないというようなことで、肉体上の変化もいろいろありますけれども、父親の方はそういうものはまあ一切ない。しかし子供に対する愛情が、忽然と現れてくると、なんか裏技の遺伝子みたいなものがねあるのかもしれませんが、それは決して何かこう情報としてきたものじゃないですね。いずれにしてもこの父親になって我々母親になった時に子はうちに現れてくる子供に対する愛情というものは、まあ、そのバカさ加減みたいなものはこうだんだん減ってはきます。やっぱり最初の1歳2歳3歳ぐらいまでのほどではないですけれども、しかしやっぱり我が子はいつまでたっても可愛いですね。で、ある日その子供と遊んでいて非常に不思議な経験をしました。それはですね、この
私と遊んでいる子供たちが何十年か前の私自身のように見えてきたんですね。まあ、幸い男の子ですから、二人ともですね、なんかこう、我が息子っていうよりも、本当に私の歴史を繰り返しているような、私がもう一人そこにいるようなですね、そんな気持ちがしました。で、同時に、この目線ですね、この親が我が子に向けている目線というものは、私たちをお作りになった天の神様が私に対して向けてくださっている目線であるということをつくづくと感じました。また今私が子供に対して抱いているこの気持ち、愛おしいと思う愛、これは天の神様が私に対して持っていてくださる気持ちなんだなということを確信しました。そしてそれまでは漠然とですね、神の愛というものを漠然と知っていましたけれども、実感を伴って、私自身の体験ですから、はあ、天のお父様っていうのは、こんな思いで私のことを愛してくださるんだなということを感じたのであります。聖書を開きたいと思いますが、先ほども読んでいただきましたが、新約聖書マタイによる福音書の6章9節であります。これは有名な主の祈りの冒頭の部分でありますけれども、マタイによる福音書6章9節です。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。これはイエス・キリストが弟子たちに教えられたお祈りでありますけれども、この祈りの最初の一言は、ユダヤ人というのは祈り深い民族でありまして、日に三度必ず祈ると、また熱心な人は断食をして祈ったりですね、いつも祈りの生活をしている人たちでありましたけれども、もう今でもそういう方多いですが、この天におられる私たちの父よっていうこの祈りの初めの言葉は、ユダヤ人の常識を覆すものであったと言われています。で、日本語ではこの天におられる私たちの父よ、古い訳では天にまします我らの父よというふうにですね、なんかこう呪文みたいな感じで始まりますけれども、これはもともとの言語ではですね、パーテルという言葉なんですね。イエス様は、パーテルというのはギリシャ語ですけれども、イエス様は当時アラム語をお話でありまして、おそらくイエス様はアバと呼びかけられたのではないかと言われています。アバとかパーテルとかっていうのは、もうごく一般的なお父さんという呼びかけのことですね。お父さん、お父様とかですね、そういうこうかしこまった言い方ではなくて、パパーっていうのは呼びかけなんですね。イエス・キリストはさあ今からお祈りしようという時にパパってこう呼んだんですよ、本当に隣の部屋で、なんかテレビでも見ているお父さんに呼びかけるような感じで祈りを始められたんですね。日本語ではこの天におられる私たちのとこついてますけど、これギリシャ語の原文で言うと、いくとですね、パーテルっていう、このお父さんということが最初に来ます。パーテル。お父さんって呼びかけなんです。父よでもないんです。本当に、パパっていう、もうごく自然な呼びかけ。イエス・キリストは天の神様をですね、自分の本当のお父さんに呼びかけるように声をかけられたのであります。イエス・キリストは聖書によると神の一人子だということですから、天のお父様とね、お父ちゃんとパパと呼んでもいいような感じがしますけれども、しかしこの後パーテルの後に私たちのという言葉がついているんですね。日本語では順序逆になっています。私たちの父よになっていますけれども、そもそものギリシャ語では
お父さん、私たちのという言葉、私たちの、どういう意味でしょう、私たちの。これはイエス・キリストだけの父親ではない、この祈りを唱えるすべての人たちにとってのお父さんという意味ですよね。イエス様は天の神に祈りを捧げるすべての人にパパと呼びかけなさいと言われたんですね。まあ、お父さんお父さん今日言ってますけども、お母さんでもいいんですよ、ね、お母さんでもいいです。まあ、日本人はどっちかというといざという時はお母さんと叫ぶそうですけども、まあ、お母さんでもいいと思いますが、まあ、でも自分の本当に肉親の父親母親に呼びかけるように、親しく呼びかけなさい。遠くにいる何か怖いおじさんに恐る恐る電話をかけるような感じでは全然ないですね。私はこの主の祈りを子供の頃から何百回も何千回も唱えてきました。しかし「お父さん」と呼びかけるですね、この最初の言葉の意味のありがたさっていうものは、自分が父親になって初めて実感できたものであります。私が今祈ろうとしている、呼びかけているこの方は私の創造者である方であり、しかし支配者でもボスでも社長でも裁判官でもない、また友達でも召使いでもない、私のお父さんなんだ。つまり私が自分の子供に持っているその愛情を、いやむしろその完全な形で私に対して持っていてくださる、その方が私の神様なんです。天のお父様はパパと呼ばれるのを楽しみに待っていてくださるような気がします。それは私が息子たちにパパって呼ばれるのを本当に嬉しいのと同じですね。何をしてでもパパって呼ばれると、ついついどうしたどうした何何とこう、そこに話を聞きに行きたくなりますよね。まあ嫁さんに言われても、まあちょっと今忙しいからなんか言うんですけど、子供に言われると、どうした何かあったかっていうような感じでですね、ついついこう気になって、しまうと。これはしょうがないんですね。この愛、私の中にある神様の愛ですから、もう神はそういうふうに私の中にこう愛情を植え付けてください。でも私の中にあるこの親の愛は小さなものです。そして不完全なものですね。本当に子供を愛しているとは言ってもですね、子供のことをどこまで真剣に考えてやっているか、時々疑問になることもある。子供に叱ったりするときにもですね、本当に子供にとってこれは大切なことなのかわからないときだってありますよ。でも天のお父様はそういう方ではありません。この今読みました9節の最初に、だからこう祈りなさいとありますね。このだからという、これはこれ前の、このこれまでずっと長いですね、三条の水訓と言われておりますイエス様の話全体を受けている言葉でもありますけれども、直前の8節には、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだと書いてあるんですね。あなた方の天の、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ、だからこう祈りなさい。親は子供に必要なものをある程度分かっています。子供たちはもうとにかく自分が欲しいものが、おもちゃが欲しいとかカードが欲しいとかゲームが欲しいとかですね、
あそこに行きたいとか、ここに行きたいとか、ああしたいとか、こうしたいとか、そういう願いたくさんあります。でも、親は、この子にとっては、今こうしてやることがいいんじゃないか、ああしてやることがいいんじゃないかということを、子供が見るよりも、先を見て、子供たちにあてがったり、やめさせたりします。天のお父様は、私たちが願う前から、私たちに必要なものを知っておられる。これは決して何か物を与えるとか何とかという意味ではなくてですね、私たちの人生にとって何が必要なのか、これからどうしてやればいいのか、どういう方向に向かっていけばいいのかということを完全に知っておられます。私たちが知っているのはごくわずかですけれども、でも天のお父様は私たち一人一人のことをよくご存知で、そして今我々がどうしたらいいのか、にとってどういう道がいいのか、何をあげればいいのか、何をあげなければいいのかということをご存知の上であると、そのお父さんに祈るんだよって言われた。何も知らない人にですね、ある日突然現れたお金持ちに、あれをしてくれして、これをして、これを買って、あれを買ってって言ってるわけじゃない。もう私たちの、それこそ母の胎にいる時から、生まれる前からよくご存知の、そして永遠の先までご存知の、この天のお父様が私たちの祈りを聞いてくださって。そして、じゃあ、君にはこうした方がいいね、ああした方がいいねということを思いながら、それでも私たちの祈りを忍耐強く聞いてくださってる。これが私たちの天のお父様であります。私のように本当に人間としてごく普通の当たり前の父親でも、子供たちのことが可愛くて、また子供のためにどんなことでもしてやりたいと思う、また子供が傷んでいるときね、病気で熱を出したり苦しんでいるときに、もう自分が病気になった方がいいよほど楽だと思いますよね。うちの子もよく怪我をしました。本当に、最近ちょっと減りましたけども、特に上の子はもう、またかというぐらい怪我をしてですね、縫ったり切ったりしましたけども、これからもまだ続くと思いますが、その度に本当に我が身を切られるような思いですね。もう熱を出して、特に小さい時はよく熱を出しますね。1歳ぐらいまではね、本当によく熱を出して病気しました。その度ごとに、特に最初のこの時にはうろたえてね、2番目になるとだいぶ慣れてきたというか、大丈夫だなというような感じになりましたけれども、最初のこの時はもう神経質にですね、こうした方がいいんじゃないか、した方がいいんじゃないか、早く病院に連れてた方がいいんじゃないかなんてね、早く船入り病院に連れて行こうとか、よく考えてみると船入り病院ほど恐ろしいところはないですね。もうバイ菌の巣窟ですからね。あそこの待合室に30人も50人もいろんな病気の人が担ぎ込まれてきてるわけですから、ただの風邪の子供を連れてってですね、また良くない風邪をもらうことは十分可能性としてある。今になってそれ思いますけどね、その頃はそんなこと思わないですよ。もうとにかくもう我が子がもうこのままだとどうなるかわからないということでですね、もう必死ですよね。その必死の気持ちはどこから来たのか。神様から来たの。つまり神様は私たちが傷んで苦しんでいるときに、まさに我が子のことのように、いや我が子とというよりも我が子が苦しんでいることとして痛み苦しんでいてくださるということですよ。目には見えませんけれども、それは私自身が我が子に対してそう思う気持ちが証拠だと思います。だからはっきり思います。私でさえこのように心配をするなら、天のお父様がどれほど心配してくださらないはずがあろうか。私でさえ我が子の痛みを見るのが苦しいのに、天のお父様が我が自分の本当に自分がお作りになった私たち一人一人の痛みを黙って見ることがどれほど辛いことかと思います。
天のお父様は決して私たちが痛んで苦しんでいる姿を傍観しておられるわけではないということですね。いやそんなふうには思えないと、もし思う方おられたら、それは私たちが自分の親から受けた愛情、また親としての自分が持っているその愛情を思い出していただいたら、きっと天のお父様の愛情が分かっていただけると思います。まあ、最近はいろいろこの社会も歪んできてね、子供に対して暴力を加えたりね、見殺しにしてしまったりするような事件が多いですね。本当に残念で嘆かわしいと思います。きっと生まれた時にはあんなことは思わなかったと思うんですけどね。でもいろんな理由で子供のことを正しく愛せなくなっているという人たちがいるということはとても残念な気がします。でもそもそも神様は人間の中に、そして全ての人間が親から生まれるように作られました。何のために全ての人間は親から生まれるように作られたのか、それは親の愛情を通して神様の愛情を知るためだと思いますよ。でも親の愛情は不完全なものですよ。自分の子供にだけスペシャルですから。最初にも言いましたけど、よその子には思わないことはないですけども、全然違うんですよ。本当に自分の子だから、ある意味では親の愛というのは非常にエゴイスティックな愛なんです。自分の子供にだけ迎えられてるんですからね。それは美しいものだと思いますよ。そしてそもそも私の中になかったものですから、その気持ちを与えられたことは嬉しいと思う。でもそれはエゴイスティックなものです。自分の子供にだけ向けられて、でも天のお父様は世界中のすべての人たちを一人残らず等しく愛しておられます。何億いようと何十億いようと、天のお父様は一人ずつ同じように愛していてくださる。あの人のことをよくは神様を愛しておられるように思うけども、私はあんまり愛されていないんじゃないか、そんなことは絶対にありません。絶対にない。何人子供がいても同じように可愛いって言うじゃないですか。本当にそうですよね。それぞれに個性があり、性格があり、いいところも悪いところもある。でも同じように可愛い。人間でさえそうなんですよ。ましてや人間を作りになった神様が完全な愛を持っておられないはずがないじゃないですか。私たちが出来が悪くても、様子が悪くても、ね、言うことを聞かなくても、神様は愛しておられる。そしてその愛はどんな犠牲も厭わない。人間でさえ我が子のためなら犠牲を厭わないんです。天のお父様は私たちのために犠牲を厭わないはずがないじゃないですか。人間でさえ自分の子供のためならばどんなものでもあげようと思う。天のお父様はそう思わないはずはないじゃないですか。だからイエス・キリストは、あなたが祈る前に、あなたに必要なものは神は全部ご存知だから、信頼してパパと呼びなさいと言われたんですよ。ね、父さん。皆さん、そういう思いで祈られてますか？そういう思いで天のお父様に呼びかけておられますか？本当に私の祈り聞いてくれるんだろうか、ね、ちょっと単身赴任でも行ってんじゃないかってね。どうも私はあんまり出来が良くないし、いつまで経っても神様の言うことなかなか聞かないから、神様は私の言うこと聞いてくれないんじゃないかなって。絶対にそんなことはありません。親はですね、諦めないですね。自分の子供がね、どんなに出来が悪くても、子供っていうのは同じ間違いを何度もしますね。本当に、
特にうちの場合上の子がそうですけども、最近気がついたことですが、上の子は怒られ強いですね。叱られ強い、まあ、何度叱られようと、お尻を引っ叩かれようと、説教されようと、同じ間違いを何度でもします。でも親も諦めないですよね。親も諦めない。やっぱりそんなことをさせしてると、将来苦労するんじゃないかとか、怪我をするんじゃないかとかね、いろいろ心配ですから、やっぱり諦めない。まあ、下の子の方はむしろ怒られない、普段怒られないようにします。上手に。でも怒られ弱いですね。ちょっとなんか言うと、すぐにもうクシュンとなっちゃう。だから、いつも怒られないように、怒られないように、上手に先回りして、まあ、どっちがいいのか分かりませんけどね。親は諦めない。人間の親だって諦めないんですか。天のお父様が諦めるはずはないじゃないですか。だから心配いらないです、全然、ね。もうだいぶ私は見捨てられてんじゃないかなんて、ね。そんなことは絶対にない。何度でもお父さんと呼びかけて祈ることが許されてるんです。ね、そして呼びかけられれば、天のお父様は嬉しい気持ちで私たちの祈りを聞いてくださいますよ。本当に天のお父様は私たちの呼びかけることを待っておられます。待ってるんですよ。皆さんがお父さんと呼ぶのを待ってるんです。あ、やっと呼んでくれたかと思ってるかもしれない。やっと私のことを向いて、私の方に向いてくれたかと思っているのか、思っているかもしれません。そのように神様が私に与えてくださっている愛の思い、愛おしいと思ってくださっているその思いを、私自身が本当に自分の経験を通して実感できたということを皆さんにお分かちしたいと思いますし、また同じように皆さん一人一人にもこの神様の親としての強い愛を確信していただきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、あなたから与えられております